この時計があるということはまさかなんだ24時間企画外か今度は。そうですね。今回は、はい、ナルシコさん、はい、新たに24時間企画をやってもらいたいと思います。プレイヤーナルシコ。プレイヤーナルシコ。頑張ってね。頑張るよ。何するんすか？そう、何すんの？今回はですね、まあ、最初にね、はい、支給品ということで、はい、でけえな、重いな、そして。あお開けください。開けてください。オンプーザダンボール。オンプーザダンボール。レイフザダンボールもついにいるということはいこれは一体これはこれはなんだこれなんだこれ巨大レゴブロックです巨大レゴブロックでかでかすぎんだろま、レゴさんが出してるものではございません、はい、これ海外で入手してる海外で入手したものね今回はですね、はい、このレゴブロックを使って、はい、なんとか1日ね24時間キャンプをしてもらいたいと思いますおーいえーとんでもないぜテント使いませんああなるほどテントなしですかそうですどうやって寝るんだ実はこれ今最初のね支給品として1箱なんですけど、はいうんまあ、今後ろにかなりたくさんのものがスタンバっておりますあら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 まあこれらは全てブロックなんですが、うん、ミッションをこなすごとにちょっとずつ支給されるとなるほどで全て集まったらギリ人がなんか暮らせる大きさになるっていう計算ギリねしかもギリその計算大丈夫かというわけでですね、はい、最初はこの一箱のセットと、まあ、あとブルーシートと、はいはいはい、時計、はいはいはい、そしてお水出た初期装備、はい、これが初期装備になります、はい、あと虫よけやってるとします、はいまあ、ただいまの時刻1時9分なんで、うん、10分10分になったらあ、OKOKOK じゃあ10分になるまでちょっと待つねはいこのまま待とうぜこのまま待とう無意味な時間過ごそうでノーカットでなそうでしょやばいここノーカットなの1分使うのやばいんだ楽しい面白い話しよおい無理だな無理だ面白い話してよって言われて出せるもんじゃないのよ1分もあるよよしよしなんか最近なんか最近うんここカットできないあーまだあと1分あるねなんでしょなんか意気込み意気込みをそうだよ始まる前にさでも正直レゴブロックだから、うん、自分で好きなようにできるってことでしょそう組み立て中ドラゴンとか作れる寝れんのよ寝だけなんだうわーってうわーって見てほしい一旦ドラゴンにしますってやめだろだからはい、犬たぬきの風呂の回あったじゃない24時間企画のあれと比べたらはるかにマシなんじゃないかなって思ってる私正直イージーゲームかなって思って自由度は高いからねそう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 外やそうよそういやいやとはいえね家みたいにしても、ね、おっとそんなこんなで言っていたら10 9言うただけ一発芸7 6 5 4 一発芸じゃないただの変顔スタートというわけでね、はい、頑張ってください拠点を作ります、はい、確かにこれ地面はブルーシートじゃないと無理だよなそうだねレゴブロックゴツゴツしてるもんね痛いよ痛すぎるまずこの一箱を使っていいってことそうこれが初期装備これが初期装備初期装備されてもらったあすごいねちゃんとレゴってるレゴってるちゃんとレゴってるねおいいぞおお素晴らしいとりあえず私のステージが完成しました狭くない、まあ、最初はそんなもんでしょうここからナルシコハウスが出来上がっていくという、うん、はいはいはいじゃあそうしましたら、はいまあ、我々の方でもまたボックスでミッションがねミッションをクリアしたら1枚引いてっていうのをああその制度はいはい、はい、その中にこいつらも入ってるかもしれないし他のものも入ってるかもしれないしなんでじゃあ最悪引けなかったらこのままってこと私そういうことそういうことなんか最初のミッションだけ渡しますかあこれね、マック。はい。私のいや、それは俺たちの。いや、これはね、僕たちの。今回、なでしこさんに、はい。昼飯やってほしいのは、でん、これです。出た。え、これ。あれじゃない。ヒルトリキューやったホットサンドメーカーじゃない。なんだ。これで、パンケーキを作ってほしいんですよ。なるほどね。これでパンケーキを作んの？うん、パンケーキ好きかなって思って。いや、好きやけれども。とりあえずこれで昼ご飯を自分で作ればいいのねそういうことです一晩持ってくるので OK です OK です了解じゃあ頑張ってね僕たちはマックいただきますどうぞ
作っていきます。どう？あー、やだ。あーあーあー、いいや。はい、完成。超美味しそうじゃない？いい感じにできたよ、ちゃんと。食べるのなら任せな。あげるとは言ってない。食べるのは任せな。出来上がった瞬間にね、さっと向かってて。いただきます。どうぞ。いただきます。お、うん、うまっ。これね、どうですか？うまいよ。すごいよ。めっちゃうまそう。ちゃんとパンケーキ。ちゃんとパンケーキ。突然花みかん来たんだ。すいません、走りいただいていいですか？あ、これ、こっちから。美味しい、美味しい。美味しいでしょ、うん、めちゃくちゃ美味しいですよ。これのまま、うん、まあ美味しかった。まあ、うん、美味しかった。なでしこさん、はい、食べ終わりましたか？食べ終わったよ。じゃあ、まあ、食後で、うん、眠いと思うので、眠い、眠気覚ましに一応。計算2年生これはまさか小学校2年生なのかかな。これこれは小学校2年生ですね。うわー、待って、これ地味に苦痛だな。全部で60問。60問まとめを除くと、うん、61、まあ大体60だよね、うん、はい。20個終わったら1ポイント。20個ってことは問題の数20個ってこと？違う、あの丸1、丸2って左上にあるじゃん。でも赤本じゃない分いいわ。絶対解けんもん。東大から小学校2年生になってるから。そう、小学校2年生だからね。でもなんか見た感じ結構イージーそうだったから余裕やな。チャット終わらせよ。あ、まあそれ見てイージーかどうかの感想抱かんのよ。イージーだよ、誰が見てもイージーなんで。お昼作りは含まないんですか？あ、お昼作り頑張ったから1個渡す。マジ？うん、低い。確かに。やった、優しいな、みんな優しい。はい、やった、ありがとう。ん、インナーテント。え、うん、おお。インナーテント必要。ちょっと我々の使ってるのでかいんで、ああ、インナーテントを調達してきます。お願いします。それに変わるものを。それはお願いします。蚊よけ対策として。うん、じゃあ一旦やってっか。これ頑張れ計算。丸1、足し算と引き算、学習のポイント、答えが何十になる足し算をしよう。うん、どういうこと？何十になるってこと？16足す4は20。足し算をしましょう。11足す9は、21。あ、違う、20。あ、20。なんか難易度高っ。何これ。終盤にかけて集中力がなくなってますね。そういうこと。まだ5ページだけどね。59、はい、46、はい、78、はい、69、はい、55、はい、93、はい、49、はい、39、はい、47、はい、97、87。おい、100点満点。100点満点じゃねえんだよ、間違えてる。次、300、400、900。 OK。 おいー、あー、あ、疲れた、計算すんの。これもうね、掛け算とかまでいけば。掛け算あんの？まだあるよ、掛け算。やばそうだな。いや、でも掛け算の方が得意かもしれない、まあ、足し算と引き算が苦手やから。もう信用ならんのよ。まあ、じゃあ、今後これをね、やっていけば、うん、ポイントはできるんで、ひとまず、はい、2時間でね。そう、はい、OK、わかった。何が出るかな。ほら、はい、さあ、どうぞ。でん、レゴ2箱。おー、すごい、すごい。やったやったじゃん。レゴさん、はい、お願いします。これで拡張できるぜ、家が。嬉しい。おい、じゃあちょっとレゴブロックでレゴレゴするかね。ちょっと雨も若干降ってきちゃってるから。そうね、あれだよね、最悪自分が雨避けられるスペースぐらい頑張ればできんじゃね、これ。屋根作れると思う。先にそっちを優先した方が安全かもしれんぞ。いや、レゴ楽しいな。解体もできるし、自分で好きなようにできるし、この時間がな、もしかしたら一番ピークなんじゃないか、楽しいピーク。
いな、でもこれすごい屋根がね、低すぎんのよ。結構楽しそうだな。楽しいよマジで無心でやってたからって、私これすごいな。ずっとこれで1日あと過ごせそうだもんな雨のこと考えたら急にダサくなったな雨特化型だからこれ、雨携帯。雨携帯ね、雨携帯。これは一旦ドリッとくか、ちょっとできるかな。飽きた。飽きたか。早っ。しょうがねえな。ちょっとさすがにね、計算をずっとやってると疲れちゃうわね。しょうがねえな。頼ますよ。今しょうがねえなしか言えなくなってる。しょうがねえな。算数の後は体育だぜ。なんだって？バットや。そして。はい。これだ。はい。弾。弾。そしてこいつだ。え、なにこれ？弾をこの上にセットすると、うん、自動でピョーンと跳ねてきて、うん、打つことができる機械。え、すげえ。すごすぎる。ハイテク。これ高かったんじゃない？何万とかしたんじゃない？これね、うん、これ800円ぐらいだ。安すぎる。コスパ最強。うん、これ3球あるじゃん、弾。ある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 。3球連続で、ヒット打てたら、うん、1回引く権利あげる。あ、マジで？うん。これボール誰が拾いに行くの？自分。なるほど。一旦どんなもんか。頑張れ、ナレシコ。よっしゃ。なるほど。だいぶ低め。いけ。はい。ストライク。ストライク。うまい。ナイス。いいよ。2球成功。じゃあ、あと2球成功させればいいよね。連続でね。オッケーオッケーオッケー。すごい。これは微妙だな、これはヒットじゃないな。いやー、くそー。ゴール。今だ、ピッチャーフライ。ってことはもう一回1からか。そう、1から。頑張れ、ナイシコ。ナイスヒット。これはフライ。オッケー。次当たれば、次当たればご褒美引けるぞ。このプレッシャーに勝ってこそだから。確かに。本領発揮。そんなに絡めたら、まあ、簡単にはいかんのよ、もともとは。まあ確かにね、こういう経験を経てね。そう、失敗を経て人は成長。ナイス。3球目ラスト。わー、微妙だな、今のは微妙だな。どうだな、今のはゴロだろ。ナイス。いいじゃないか。オッケー。最後思いっきり振っていけ。いけ。ラスト。ホームランしろ。ホームラン。なぜ？お、いいぞ。おー、ナイス。ラスト。ラスト、来た。決めよう、決めよう。これ決まっちゃうよ。これ決まる。うん。決まる気がしてきた。これ決まっちゃう。決まる。ほらほら、いった。はいはいはい。おい。最後気持ちよかったね。よかった。最後よかった。オッケー。そしたら一回引いていいよ。よし。頑張り抜いたね。うん。それでは、はい、バッティングのご褒美になります。やだ。見ないで引いてください。見ないで。あ、長そうだ。あ、お、誰かと交代30分。おお。ね。やったよ。なるほどね。これ取っといてもいいんだよね。取っといてもいいよ。オッケーオッケーオッケー。ちっちゃい方面に取っててもいいんだよ。一旦取っときます。オッケー。やったよ。マジ嬉しい。ああ、よかった。絶対犬たぬきだろうな。たぬきにさせて。それあれで30分間これやっといてとかも指示できるから、例えば計算ドリル解いといてとかでもいいんだよ。確かに。普通にここ入れ替えでもいいし、あ、ここ入れ替えかつこれやっといてみたいな。マジ？あ、いいよいいよ。やった。計算ドリル取っとくわ。長時間暇つぶしできるやつ買ってきたよぜ。お、なんだ。来た。なでしこ好きだから。何？に？え、待って。当ててない。プラモデル。お、プラモデル。正解。マジ？うん。これです。うわー！え、嬉しい！マジ？うん。これ終わったらもらっていい？うん、あげる。やったー！嬉しい！マジ？炭治郎日の神神楽のプラモデル。やったー！え、
かんないから。マジ嬉しい。うん、もう一種類あってなかった。あ、でもわかんない。これしか目に入んなかったんだけど。うん、うわ嬉しい。え、これ頑張れる。頑張れるね。嬉しい。これニッパーだけで作れるって書いてあったから。あ、じゃあ色塗るやつとかもいらないのかな、筆とか。うん、いらないみたい。やった、あ、ほんとだ、書いてあるわ、うん、やったー、ちょっとやるわ、もう。オッケーオッケー、完成したらまた引いていいよ。やった、うん、実はね、私プラモデルが好きで、一時その筆とか絵の具とか一回一式買い揃えた時期があって、だからここら辺はね、結構イージーだと思うんだよ。今ペゾさんちょっとだけ疑いの顔してます。ちょっとだけ疑いの顔してます。ちょっとだけ疑った。でもなんかありそう。ありそう。うん。いろんな趣味過去が出てくるから。多分ね、一週間とかなんですよね。そう。どれが本当でどこまでがね嘘かを、ね、見極める必要あるんですよ。さあ、はい、ちょっと僕1時間仮眠してたらもうずいぶん雨ですね。かなり雨よ。おかげで足も伸ばせないからずっとお山座りよ。あー、うん、結構過酷になってきたね。だいぶ過酷よ。もうお尻も痛いしかないから。いいぞいいぞ。これが24時間だ。レゴであったかいのか。あ、レゴでね、かなりあったかい。あ、やばくなったら早めに行ってね。あ、オッケー、わかった。浸水機してんの？え、めっちゃしてるよ。ははは、そこに BD ターポを敷くという措置がある。あー、どんどん浸水が待ってろ、ナデシコ。お願いします。ナデシコ救いたい発動。シェルターやん。完全にシェルター。まず緊急事態に伴い、はい、DD タープによるシェルターが完成しました。よかった。レゴじゃダメだ。海がもう浸水しまくって、私後ろの服終わったよ。あ、でもなんかむしろキャンプっぽくなった。キャンプ感は確かに増した。できた。終わったか。終わった。おお、完璧じゃん。かっけー。ちょっと繊細だから丁重に扱ってすごい。あ、すげえ。え、剣振ってんの？うん、剣振ってる。え、すごい。え、日の神神楽？日の神神楽、それは演舞。俺と禰豆子の絆は誰にも誰にも避けないの時のやつだ。すごい。え、これ完璧だね。あ、やったやったやった、すごい。おお。じゃあ、我々から特別ご褒美があります。あ、なんだ。はい、新しいブルーシート。想像してたよりも大したことなかったけど。ありがたい。あ、でもありがたい。もっといいの来ると思ったでしょ。いや、うん、思ったけど、うん、でもありがたいのよ。ちょっと我々も清掃部隊に入る。あ、で、とりあえず、あ、ご褒美だ。ご褒美は引こう。ご褒美だ、みちゃん。やったー、やってる。お洋服があるから、ぜひお洋服を引き当ててほしいところだが。うわー、ギルタとドラゴン作る。ここで犬ドラゴン引くのやばい。や、一番引いちゃいけないやつだそれ。レゴブロックでドラゴン作ろう。ねえ。まあでも幸いなことに DD タイプって雨は避けられる状態だから、あのレゴブロックを使って遊ぶことは自由にできる状態にはなってんだよ。ああ、なるほど。まあもうちょっと増やしてからにしようか。うん、これ一回保留で。オッケー、この野郎。3人とも出てくるあるあるからね、一応。うん、確かに。服支給してあげるよ。マジで？うん、確かに。だから、めちゃめちゃな良かった。俺らが清掃してる間に、うん、ちょっとこれに着替えてきてほしいんだ。あ、これですね。あ、パンパン？はい。濡れないようにね。はい。え、拒否権は？ない。ないよ。うん、まあ一応聞いただけだから。うん、一応ね。じゃあ一旦着替えに来て画面外でね、我々清掃入りますんで。待って、めっちゃプラプラしてる。ひざひざに立ったから。じゃあ我々特別清掃に入ります。できたぞ。ナルト、清掃入ります。はい。うわ、服だはだ顔がいい？クロミちゃんが顔がいいって言ってるぞ。ああ！炭治郎、逆立ちしちゃった。炭治郎が。炭治郎。というわけで、なでしこさんには特別に我々が買ってきた顔がいい T シャツで、クロミちゃんの顔がいいスウェット、スウェット、いいスウェット、上下、
上下セットで。よかったじゃん、サンリオデビューおめでとうございます。一番縁がないメーカーや、サンリオは。立ち合わせなくてよかったね、でもね。そうだね。着替えたとはいえ寒いと思うから、はい、確かにちょっとね、やってもらいたいことあるんよ。お、お、なんだ。まさかこいつだ。ギュブン、ギャン。これですね、ブッシュクラフトスターティングセット。はい、何それ。これは、まあ、簡単に言うと火を起こすスターティングセット、うん、え、この中のもので火を起こしてくださいっていう、まあ、ある種試練。でも数ある段階の中で一番楽なルーキーセットってやつだから、うん、まあ、今までね、この1年間、約1年間キャンプやってきたなでしこさんにとっては、はい、まあ、お茶の子さいさいのはずなんですよ、こんなの。なるほどなるほど。あ、でもすごいすごいね、めっちゃ揃ってる。ちゃんと薪、これ薪も入ってる。そう、それなんか白樺の木らしい。うーすごい、すごい。一旦このままいけるかやってみるか。うん、なでしこそれ練習してたもんね。そう、まあ最初はね。あ、お、来た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 、思い出してきたぞ。来たぞ。いいよ。我々ね、キャンパーということをたまに忘れてしまう時があるから、そう、こうやってね、定期的にね、そう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 、思い出していかないと、出していかないと。なでしこなんか、ソロキャンハマったわみたいなって言ってて、おう、嘘。あれだから2週間ぐらいで終わったから、あのブーム全部2週間だから、なでしこに関しては。そうなんだよ。お、来た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 。さあ、また来た。さあ、夫婦いらないんじゃないか。夫婦はね、しない方がいいと思う。あー、きつい。すげえやりたくなる。きつい。もっとね、こうやった方がいい。向かって。いいね。なんでそんな飛ぶの。ここでめっちゃ力を蓄えて、そう、うん、ここでその後こういう風にやらない、そのまま落としてるだけ。そう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 、こいつが変とかって可能性は一切ではない。こいつが、あ、ついた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 、やった。商品の差。俺のやつの方が優秀だった。ナイス。さあ、ここから来た来た来た、あったけー。よかったね。あったかー。あったわ。何を取って。よかったよかった。じゃあワンポイント獲得だ。やったー。おい、あ、お、なんだ、レゴ一箱。おめでとう。だがしかし、私の心境としてはトイレが欲しい。あ、今日まだ一回も行ってないぞ、私トイレ。確かに、なかなか引ける可能性低いよね、こうなると。そうなんだ。あー、まあ確かに。あ、ちなみにもう一つ問題集あるよ。問題集もう一つある。うん、じゃあそっちの方が、こっちやるか。うん、ちょっとさすがにビチャビチャすぎる、こいつは。はい、これです。なんだ。タイトル読んでください。女の子の脳と心に合わせた効率的な学習ドリルです。対象年齢見てみ。え、対象年齢見てみ。対象年齢 4.5 歳って書いてある。いや、それ4と5歳だから。あ、4.5 歳。ピンポイントな4歳半か半年。ひらがなの練習から始まるんだ。これは問題数とかよくわかんないけど、まあ、10問ぐらいで。わかった。1位ですかね。ぜひね、寝るまでにレゴブロックたくさんね、ゲットしてほしいですね。いや、本当に空を仰いで寝たくはないな。たくさん買ったんでね。買ったからね。全部使いたいな、どうにか。あ、終わった。来た。よし。じゃあいいよ。やったほら、なでしこ。はい。2分の1だ。お、2分の 1? どっちかがトイレで、うん、どっちかはもう一つの選択肢。あ、オッケーオッケーオッケー。頼むよ頼むよ頼む。トイレも、ここはここはトイレでいいぞ。はい、行きました。はい、つかさとおしゃべりさん。つかさとおしゃべりさん。キャップトイレ行けよ。トイレ行きたいんだよ。 いいのよ、今つかさくんとおしゃべりさん10分するよりトイレ行きたいんだから。残念だったな。トイレにまだ行けないのか。もうちょっと国語の勉強してくれ。そうする。これでバーって一気にやって2回連続で弾けば多分さすがにトイレ来るでしょう。うん、確かに。あ、次もトイレ2分の1にしてあげるから。やった。11、12、13、13までやった今。じゃあ13。1、
しませんか。どうぞ。いきまーす。来い。トイレ無限。やったー。やったー。トイレ無限なんだ。しかも1回とかじゃなくて。やったやった。まあイルタヌキじゃないからね。もう一回行きたい時に行ってください。あ、分かった分かった。ったじゃあもうトイレ行きます。よし、じゃあ私は引き続きドリルやっていくよ。頑張れ。それでね、一応、はい、我々、夕飯の買い出しとかにね行ってくるんで、はいはいはい、新しいミッションも用意しておきます。お、なんだい。はい、これです。でん、家族で作る段ボール工作キット。はい、です。お子様の手先の器用と想像力を育む。わしお子様やったんや。さっきからなんかあの年齢がね、これ3歳以上とは書いてあるんだけど。バレた。じゃあちょっと、はい、買い出し行ってきます。わかった、行ってらっしゃい。はい、じゃね。はい、工作は後にしよう、とりあえず。せっかくいただいたけど、とりあえず塗るやろ。疲れた、一旦休憩しよっせ。あ、じゃない、ドリルやるんじゃなくてギターやろうとしたんだ。眠すぎんな、ちょっと。あ、来た。開きました。そんなことある？めっちゃ。おかえり。アレシコさん。はい。インナーテントを引いたじゃないですか。インナーテントを引いた。ああ、はいはい。うん。いやー、なかった。なかった。うん。だから、うん、まあひとまずレゴブロックをうまく組み合わせて今夜は乗り切っていただきたいとして、まあお詫びのね。お詫び、やっぱお詫びが必要だから。詫びのタオル、うん、あ、どうもありがとう。一緒にもできるよ。詫びのタオル一緒にもなるし、うん、枕にもなる。そう、なるほど。このアイテム、ブランケットにもなる。なる、ブランケットにもなる。優秀。32、33、34やった。おーい。ってことは3回弾けるぞ。やだ、やったね。どうぞ。弾けるといいね。うん、いいのまだね、残ってるよ。あ、残ってんだ。残って残ってる。じゃあ寝袋。おー、おめでとう。よかった。めでてー。これはよかった。これはめでてーな。これはめでてーなです。これはめでてーなですね。じゃあもう一回弾く。はい、はい。ペントとラジオ収録30分おめでとう。なるほどね。これは深夜の収録だな。深夜ラジオだ。僕も深夜ドラゴンだから。深夜おしゃべりだから。おしゃべり、深夜確定なんだよな。最後はなんだ、レゴ一箱。おめでとう。いいね、バランスいいね。バランスがいい、非常にバランスがいい。これで レゴが2箱分か。そうだね、出せるのが今待機してる。それでは、はい、一応夕飯のね、支度もしてきたんですけど。お、やった。食べますか。食べる。食べたい、めっちゃお腹すいた。それでは、はい、夕飯なんですが、はい、なんだ、まず材料を見てもらおうかな。はい、当てられるかね。当てられるか。当てられるかも、まあ、これはまあ、一旦ちょっと見てみて。うん、ワイン、はい、ウスターソース、はい、ホールトマト、結構キーアイテム。うん、なんだこれ。セロリ、セロリだ。白菜、はい、はい、コンソメ、玉ねぎ、はい、ニンニク、うん、トマトケ、トマトケチャップ、はい、はい、キャベツ、はい、あと醤油、醤油、オリーブオイル、あ、牛肉、牛肉、以上ですね。なんだろう、カレーカレーかっこカレーのルーなし。残念。正解は、はい、ゆうたくさん教えてあげてください。正解はミネストローネ。違います。なんなんだ。正解はボルシチ。ボルシチです。わかるかい。名前は聞いたことあるけど、ある、あの絶妙にあんま作ったことないやつって、インタの聞くに聞いたら出てきたやつ。どっかの海外の煮込み料理だよね、うん、そうです。なんかカレーみたいな。どっかの海外の煮込み料 み料理。ロシアンです。ロシアンだ。それを、うん、まあ材料はしっかりあるので、うん、
作っていってもらおうかなっていう感じだけど、どうします？レシピ見るのってどうします？審査員の方ちょっとやってみてほしいな。だったらレシピ見ないで、うん、ボルシチを作ってほしい。ちなみにビーツは存在しないので、ビーツというものが割とボルシチのメインらしいんだけど、うん、ビーツがなかったので、うん、まあボルシチ風スープを作ってもらうみたいな感じになるのかな、うんうん、頑張れ頑張った。そう、具材は全部使わなくてもいいので、うん、使えるものを使ってボルシチを作ってください、うんうんうん、ということで、ちょっとまあ、はい、もろもろのセッティングを行うので少々お待ちください、はい。とりあえずキャベツとセロリを全部入れたよっと。なんか今んとこね、なんかボルシチとは程遠いビジュアルしてるけど、見えるかな。どうだい調子は。あ、いい感じよ、めっちゃ。ちなみにボルシチは誰が提案したの？はい、お前か。ちなみに食べたことあんの？ない。ないのに提案したの？誰もないよ。じゃあこれ私がボルシチだよって出しても、それが僕らのボルシチになる。ボルシチ基準決まっちゃった。そう、なるほどね。今日が初めてだからボルシチ。あ、そうか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 。塩コショウも入れたの？入れた入れた。最後に入れるらしいよ。バイバイ。よし、完成。できたかい？できたできた。味見なら任せてくれ。いや、お前食うことしか脳にねえのか。いや、でも実際気になるよ。いや、私も気になるよ。というわけで、はい、もらいました。はい、ペンさんもちょっと食べる。あさきのレシコさん、そう、食べな。え、じゃあこいつ、こいつがだって食べるじゃん。こいつは、いや、こいつは先に食わせていいから。まあ、ボルシチがわからないから、そう、そうなのよ。マジ、なんとも言えないんだけど、ミネストローネをあんまり味しなくしたバージョンみたいな。いや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 。味薄いだけじゃん。薄いのか、それともこういうもんなのかがわからないんだよね。はい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 。うん、でも私のイメージするボルシチは多分これ。はい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 。で、あ、そういえば最後に塩コショウって言ってた。僕これ好きです。おお、やった。この味好きよ。ミネストローネとはちょっと違う感じがするけど、うん、やっぱケチャップとウスター味が強いのかな。うんうん、ケチャップは入れてないけど。入れてないの？うん。すごい知った顔じゃん。やめろよ、その審査員、審査員をさ、そのふるいにかけるのやめろよ、逆に。調味料買ってきた審査員を逆にふるいにかけて遊びすんなよ。騙されてやんの。ごちそうさまでした。うん、じゃあ、うん、引き続き、うん、頑張って食べてくれ。はい、うん、あと、夕食作るっていうミッションクリアしたから。そうだね。そうだ。さあ、そろそろ寝るためのね、ものを引いていきたい。確かに寝袋は持ってんのか。寝袋は取った。すごく寝れるんだよね、うん、今ここでね、うん、あ、なんだ、買い出して。おお、やったー。何これ。買い出し1000円分、うん、好きなものを、まあ、コンビニか、コンビニかな、うん、とかで買えますよっていうのを、うん、なんか欲しいのあるの？なでしこさん。1000円あると逆に何か希望はあるの？うん、甘いのとか、うん、あんまないな、言われると。いや、甘いのプラス、うん、自由枠みたいな感じ。うん、わかりました。 OK、 じゃあ、タヌちゃんのセンスだね。OK。 いや、タヌちゃんのセンスはやめん。いや、大丈夫、なでしこの好きそうなものはわかる。いや、わかんないと思うよ。タヌちゃんは全てお見通しよ。いや、お見通し、いや、分かるね、タヌちゃんは。テントが司くんのがいい。タヌちゃんはね、見てるからね、わかるね、人のこと。わかる、わかる。でも、そこをあえて、そう、あえて外して、あえて外しに行こうかなって。嫌なんだよ。いや、そんな感じ。任せて、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。なんでしょう、なでしこさん。はい、夜勤の当番が決まりました。お、12時から3時司さん。あ、はい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 。3時から6時たぬき。6時から9時、はい、ペンド。またか。よって、はい、3時から6時にドラゴンを作ろう。ふざけるな。おやすみ。ふざけるな。嘘だろ。あ、そういえばね、うん、あのドリルを全部終わらせたんだけど、あの残りは、9枚しかできなくて、残りの1枚がなかったんですよ。一回とかじゃ。やだー。ちょ、できたら待ってほしいんだよな。あ、2枚引いちゃった。1枚見てない。はい、レゴ2箱。お、やったじゃん。わ、嬉しいは嬉しいかな。だってこれ主役レゴだもん。確かに、そうなんだよね。
レゴをね、ちょっとそろそろ改造したい気持ちはあるんだよな。ドラゴンの準備が整ってくね。そう、ドラゴンを3時、6時にやるってことは6時以降に私寝れるってことになるけど、一回寝ればいいじゃん。あ、もう寝とくって感じか。6時俺登場してラジオ撮るんだよ。そうするか、一回寝る体勢に変えよう、レゴちゃんを。寝てしまうのありかもしれないね、ドラゴン前に、うん、ちょっとレゴ形態を変える。え、ちなみにミッションはさ、今出てるので全部まだまだある。ピューン出た、これこっちか、あ、どっち、あ、こっちか、ルービックキューブ。そいつを全面揃えるのは多分不可能だから。はい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 、一面揃えたら一回引いていいよ。お、マジやったことある？ある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 、全然ある。あ、じゃあワンチャンある、速攻あるよ。うん、あ、もうあと一個までいったの。え、すごっ。あ、そう、あれ、意外とやっマジでやったことあるやつか、これ。やったことあるよ。はい、ちゃん。すごい。いや、一面くらいやったらね。ほら。やったー。うちだけだと思ってた。ごめん。ここで、やっと実績を一つ。謝る。ピノ。あ、ピノもらえます。おめでとう。ありがとう。おめでとう。なんか、あんま喜べんな。おめでとう。でも、必ず終わるまでに食える。あ、オッケーオッケーオッケー。ナナシコ、はい、見てみ、時計見てみ。あ、0時回った。そう、0時になったで。これで11時間か。半分と1時間ってことか。違うよ。残りね。残りね。残り半分と1時間、ね、残り半分と1時間か。そうそうそう、僕は座ってるだから。ああ、なんかあったら声かけて。わかった。もっと簡単にクリアできるものあるじゃん、そういえば。なんだっけ、ダンボールのさ、出た、工作。そう、工作、そういえば、さくら忘れてた。もう一個あるよ、これポケモンナノブロック。え、かわいい。これやろう。ピカチュウが作れるって、それすげえ、こんなんで作れるの、ほんとに、うん、これ、レゴブロックのちっちゃい版みたいなやつか。そうよ、ナノブロック。なるほど。まあ、レゴにちなんでね。なるほどね。できた。できた？かわいい。お、ピカだ。ピカ。じゃあ一回引いてください。あんなに俺なんかそういうバイトみたいな。時給制なんだよな、そういうとこ絶対。いい。オロナミン C。お、オロナミン C。おめでとう。わ、嬉しい。オロナミン C は大好きだから嬉しいな、普通に。答えでーす。お疲れ様です。3時。3時か。ドラゴン作るぞ。きついわ。いや、俺だってきついよ。1時間しか寝てないわ。思ったんだけどさ、はい、今ドラゴンを作るべきではないと思う。いや、しかしね、うん、巨大レゴブロックの醍醐味。やはりまずドラゴンを作らないとこの企画は完成しないと思うんですよ。これ頑張ったら1ポイント引いてもいいと思うんで、うん、ドラゴン賞。ドラゴン賞やった。頑張ったら。そしたらやろう。よし、やるぞ。やったら。どう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 。こんな感じ。おお。どう。いやいや、微妙な反応。あ、いいんじゃないの？ドラゴンになった？ほら、あ、どう？なんだろうね、これ。どっからどう見てもドラゴンですね。確かに。よし、天才。はい、部屋作りましょう。よし、そうしよう。ちょっと乗ってみれば。乗れんのかな、こいつ。乗れた瞬、乗った瞬間になんかどっかシャーンってならんかな。いけるいける。翼の前に乗るっていう。いいぞいいぞ。あ、いける。足つぼ。いけるぞ。ほらほらほら、いけるぞ。乗ってるよ。狭すぎんだろ。ちょっとそのライトちょっと上に一個、そう、上の。あ、いいよ、ほら、いいよいいよ、乗ってる乗ってる。乗ってる。ドラゴンに乗ってるよ。乗ってるでしょ。うん。はい、オッケー。
じゃあ待って先にさ、うん、ドラゴン作った分でさ、うん、引けないのかな。なんだあレゴ一箱おめでとう。いいぞこれは欲しかった。いいんじゃないのこれ。いい感じよ姫。これ完璧ですぞ。完璧。うん、ちょっと寝っ転がってみてください。顔は何にも見えないと思うけど寝れる。めっちゃ寝れる。おお。これはいいわ。よし1ポイント。イエーイこれは1ポイント。マット来てくれ。あ、マット来た姫。 DOD のねマットで非常にいいものをね、はい、なでしこさんが先日購入したんですけれども、はい、今日まさか使えるとはね。そう使える使えない入んないんすよね幅が。え幅が入んないんすよね。いやまさかね幅が入らないわけね。いやもう入ってないのよすでに。マジ姫。はい選択肢は2つ、はい、レゴを拡張するか、うん、諦めるか。え拡張手伝ってくれるやんな。でもこれ崩すの？やるか。おお、かなり良くなってる。うん。おえ、いやマジで本当に良くなってると思うよ。かなり良くなってる。うん。それでは、なでしこさん、例のブツ出しちゃってくださいよ。ブツ出しちゃう？はい。もうちょっとこのカメラの画角変えるのめんどくさすぎるんで、うん、感想だけお願いします。いや、もう部屋やんこれ。これを部屋と呼べるのは幸せだな。もう部屋やん、寝れる。あ、もう完全にカメラの画角から消え去った。寝れるわ。寝れる？というわけで、犬たぬきの晩は終了です。ペンタさんですね、回していきたいと思います。なでしこさんは寝ています。バイバイ。おはようございます。おはようございます。9時に起きたんですけど、はい、その後の記憶がなく気づいたら10時になってました。私は6時ぐらいに犬たぬきに起こされて、はい、まあ準備して6時20分とかにこの辺に来て、はい、寝てると思って、うん、そこからこの辺の掃除とかしてて。ありがとうございます。4時間ぐらい経つんですけども、はい、起きません。ちょっと火起こしてみたりとかもう終わってしまうんじゃないかという恐怖。おはよう。あ、起きたか。起きた。おはようございます。じゃあまあ晴れてるんで、はい、ペズさん、はい、これタープ取ってあげます。そうだよね、うん、タープ取った方がこのブロックでいろいろできるもんね。そうっすよね、うん、というわけでなでしこくん、はい、ただいま時刻10時10分ということで、はい、終了まであと3時間となりました。3時間。現状残ってるご褒美が、うん、1000円分の買い出しとピノとオロナミン C。1000円分の買い出し、たぬきくんのセンスみたいな話したのに、たぬきくんまだ寝てるから、どうしようね。一旦、うん、あ、朝ごはん。あ、そうだ、朝ごはん。うん、朝ごはんを作ってください。はい。できたかい。できたよ。あー、美味しそう。犬たぬきの代わりに最初に来る係やるわ。今のところ何に見えます？今のところこれはまあお米のパンとかですかこれ。犬たぬきが言いそうな、よくわかんないだろう。今のところ丸丸興奮。今のところ。ではどうぞ。どうぞどうぞ。めっちゃうまそうだな。うん。これキャンプで食べるのいいよね。うん。あ、うま。美味しい。うまいわこれは。よかったね。よかったね。元気出るわ。食べ終わりましたか。うん、美味しかった。うん、そしたら、うん、食べ終わったのでくじを引いてください。やった。お
たか。何？レゴ3箱。レゴ3箱来ました。これで全てのレゴ解放。あたかも今準備した感あるけど、これもうしめしめになって準備しちゃったけど、最後まで引かれなかったやつですね。そうだったんだ。これで全てのレゴが解放、レゴが解放されたので、あと実はあと3段ボールあるので、結構大きくできるかもしれないね。やるか。我々はちょっと買い物に行ってくるので、全てのレゴをできる限り使って楽しいお家を作ってくれ。楽しい可愛いお家を作るね。よろしく頼む。OK。ただいま。お帰りお帰り。藤子さん。はい。ピノです。やったー。溶ける前に。食べます。すごいなっていうか、でかくなってきたね。意外とあと1時間半ぐらいだもんね。そう、やばいって思って、ずっとトイレ、やっぱさすがに犬ちゃんの人もいないから、あいつは多分起きてこない。うん、どっちがいいんだこういう服はわからんかもな。お母さん、はい、よーしゃー、危ねー。そんな司くんにしようとしたんだけど、アイス食べてるから。よっしゃー、アイス食べててよかったー。なるほどね。やろう、やるか一緒に。あ、ちょっとそれ遊んでみたかったよ、正直。あ、じゃあちょうどいいじゃん。ちょうどいい。今ちょうど11時半だから、うん、12時まで。じゃあペントさん、うん、お手伝いです。うん、了解した。ごめんでも今芯まで入った感じしなかったから、浅い当たりだったから大丈夫。あー、ナイスキャッチ。時計、あー、タジロータジロータタタタタタジロー。俺が位置エネルギー高いとこ置いたからとんでもない運動エネルギーが炭治郎の全身に炭治郎全身破壊。俺が炭治郎を直す。鎧なんかドラクエに出てくるあのさまよう鎧みたいになっちゃった。疲れたでしょ。差し入れあるよ。おー、まずこちら、はい、週刊少年ジャンプ。人生で初めて手に取った。マジジャンプ漫画好きみたいな。確かに。だけどこのジャンプ単行本週刊、うん、初めて手に持った。マジ、うん、でこれ、あー、オロナミン C 嬉しい。そうからね。そう、オロナミン C 大好きなんや私。あとは、ナイシコ君きっとビタミンとか不足しちゃってると思うから。かなり不足してると思う。でしょ。確かに。これよ、ここでこれよ。サプリとかじゃないの。ツナと卵のサラダと焙煎ごまドレッシング。野菜を食べなさい。なるほど、野菜をね。はいはい。あとはまあそれだけだったらあれだから、レトロプリン。あー、食べてみたかったレトロプリンだ。そして最後は遊べるから、このアンパンマンのシャボン玉セット。嬉しい。最後は城と一緒にね、シャボン玉でメルヘンな、そう、世界観にしよう、城にしよう。あと司とおしゃべりとペンとラジオだけが残ってるのか。タヌキはあいついつまで寝てんだ。タヌキはマジで起きてこない一生寝てる。最後までやってきて、え、どうだったんすかって言って、なんか最後締めようとしてくるよ絶対どう思う。今から僕喋り始めるよ。じゃあ30分、うん、じゃあ司とおしゃべり30分。はい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 、こんにちは。はいはい、こんにちは。あの、面会に来たみたい囚人かなんか、うん。こう、話さなきゃ話さなきゃって、あ、おはようございます。おはよう。おー、たぬき終わっちゃうよ。いや、なんとか間に合わせることに成功したどうですか、この家。お、すげえ進化してんじゃん、絶対言うお家が。やるじゃん絶対言う。いや、でもさそんなことでね、僕はもう30分そろそろ経ったでしょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そうだね、そうね、今からやれば最後5分残ります。はい、最後はこんにちは。
無視すな。すげえ。こんにちは。挨拶無視すな。こんにちは。二人でラジオを撮っていこうと思うんですけど、はい、どうする、なんかお便り読む、それともお互い気になってることを話す時間にする。なでしこがぶっちゃけ今気になることとかお互いの謎みたいなのに聞いてみたりする。ちょうど玉ちょうど一回置こうか。なでしこラジオだからこれ話すつもりある。ということで30分経ったので、はい、今回のラジオはこのあたりにしたいと思います。はい、わかりました。さよなら。バイバイ。いよいよクライマックスですよ。クライマックスですね。まだあんまり実感が、ていうかもうなんか、うん、住み慣れてしまった。最後、なんか奇跡を起こさなくていいのかい。奇跡だから何を起こそうかなって思ったんだけど、なんかある奇跡。俺がなでしこだったら、やっぱその、このレゴブロックと自分最高の自撮りを1枚撮るね。で、最後その完成と同時にその最高の自撮りを披露して終わりです。いや、俺だったらそれ。え、で撮ってほしい。あ、逆にね。そう、そう、全体を写してほしいから。いいよ。司が逃亡した。司ー司くんでーす。司くん、いいんだろ今。早くどういう写真がいいの。確かにシャボン玉飛んでる感じ。あ、シャボン玉映えるね。うん、見て、見て。時計が反射してるな、ちょっと。あと1分ですよ。まずい。まずい。え、なでしこさん、それもしかして鼻からできる？鼻から出して。うちゃを言うんじゃない。一回、一回鼻から出して。一回。待って、誰だ。あと10秒。あと10秒。3、2、1、終了。鼻から出た。鼻からシャボン玉。もう一回やったのかじゃん。片手で、片手で指。アディショナルタイム。アディショナル。隙間できるから鼻も大きいから。片方は一歩できると。ナイス。ありがとうございました。お、いいじゃん。いいね。すごいよ、映えてる映えてる。これ映えてる映えてるよ。というわけで、はい、無事24時間おめでとうございます。おめでとうございました。お疲れ様でした。今回は雨だったからかなり過酷だったね。そう、夜過酷だったね。うん、寒かったし、びちょびちょになるし、泥まみれになるしっていう、結構大変だったけど、はい、やっぱりね、ブロックを組むのは楽しい。楽しかったね。本当に楽しい。うん、これはじゃあこのブロック差し上げます。おめでとうございます。お買い上げ。いらんね、どこに置くのこれ。いいな。でもどうやっても欲しい。いる。なでしこ管理してね、これ。いいな、あげます。いらない。いいな。しかもこういうの場所取るし。後ろの名前とかあるんじゃん。これ、そういえば途中でさっき思いついたんだよな。予想していい。なでしこハピネスビューティフル事業。あー、惜しいな。惜しいんかい。スーパーなでをスーパーなでをブラザーズビューティフルジョー。もう何でもいいや。何でもいい。何だっていい。何だっていい。